仕事ができる店長さんや上司の方って実は周りの人にめちゃめちゃ依存してるんですよね。皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。この度は動画のご視聴ありがとうございます。さあやっていきましょう。あやまいコミュニティ、主にアパレル販売の皆さんと一緒に自分らしく働くって何っていうのを一緒に見つけていきたい番組でございます。皆さんの周りにも尊敬できる人、仕事ができる人っていないですか？接客もうまいし、売り場作り任せたらピカイチだし、人とのコミュニケーションも素敵だし、なんかいるだけで元気もらっちゃうし、売り上げも取れちゃうしみたいな、問題がすぐ起こったとしてもなんかすぐに解決してしまう、ついつい頼れちゃう存在、そんなスーパーマンいますよね。対して自分はというと、問題が起こったらくよくよ悩むし、どうしていいかわかんなくなるし、なんなら家に帰ってまでずっと悩み続けちゃうしみたいな。じゃあそんな仕事ができる人と自分自身を比べた時に何がどう違うんですかね。実はこれ、周りの人に依存してる数が違うんですよね。仕事ができる人の方がめちゃめちゃ依存をしてるってことです。これ意外ですよね。仕事ができるあの人って依存なんかせずに、もう堂々と一人で立ってる、自立してるぞって感じがしませんか？でも仕事ができるあの人も、実は過去にたくさん散々人に依存してきたし、もしかしたら今もなおたくさん人に依存してるかもしれないんですよね。仕事における依存ってどういうことかっていうと、例えば接客がうまくいかないと、全然自分としてはお客さんに満足いただけないし、なんならこの間クレーム不満足の声をいただいてしまったよみたいな、そんな時に仕事ができる人どうするかっていうと、接客ができる人に頼りに行くんですよね。どうやったら接客ができますかとか、こういう問題が起こっちゃってるんですけど、そういう時どうすればいいですか、あ、そっか、セット率を上げるにはこういうノウハウを身につければいいのかとか、アプローチのタイミングってこうなんだとか、そういうのをたくさん人に依存してきて今の接客力があるんですよね。売り場作りだってそうですよ。今がピカイチかもしれないですけども、過去に散々いろんな人に聞いたりメモったり学んだり失敗したりして今の自分がある。マネジメントでもそうです。スタッフさんと人間関係で問題が起きた時に、自分一人で抱え込まないで、まあ、店長さんだったりその上司の方だったり、なんなら人事の人とかにまで頼って、人との問題解決をなんとか解決しなきゃっていうふうにやってきて、その過程で自分でもできることノウハウを身につけて今の自分があるっていう感じだと思うんですよね。私たちがうわーすごいあの人憧れみたいな感じで見えてるあの仕事ができる人っていうのは、初めからできたわけじゃもちろんないんですよね。ここが落とし穴です。皆さん落とし穴にすっぽりハマってるかもしれないです。私たちは仕事ができる人の表面、上っ面しか見えてないんですよね。要は誤解をしちゃってるんですよ。実は仕事ができるあの人も、一見何でもできる、すぐに解決できるんだけども、見えないところでめちゃめちゃ人に頼ってるってあると思うんですよね。例えば、すいませんスタッフさんとこういう揉め事を起こしてしまいまして、最近売り上げも全然伸びなくて、お店をどうしていいか分かんないですみたいな相談をするじゃないですか。そんな時に、あ、分かった、じゃあ一緒に考えてみようか、自分も何ができるか一緒に考えてみるね、一度持ち帰っていただいた場合でも、実はその人ってその先の人に相談したりたりするんですよね。昨日どこどこ店の沼さんに、人と揉めちゃった、メンバーと揉めちゃったとか、うまく売り上げが取れないというふうにご相談いただいたんですけども、実際この時ってこういう改善策で合ってますかとか、他の店舗で参考になる事例とかあれば教えていただけないですかとか、見えないとこで実はいろんな人を頼って、自分の目の前では何かいいプレゼントをしてくれる、だからうわこの人って何でもできるすごいって思うっていうのはあると思うんですよね。で、何が言いたいかというと、新しい仕事を始めたばかりの時、初めて社員になりましたとか、初めてリーダーを任されました、店長を任されました、もっと言うとエリアマネージャーを任されましたみたいな時に、じゃあ自分もあの人みたいに自立するぞっていう風に肩肘張って、俺はやるんだ、誰にも頼られることなく自分一人で頑張るんだっていう風になっちゃう、実はそれやっぱり誤解してるんですよね。大事なことは、初めての仕事であればあるほど、たくさんの人に頼ること、依存することが何より大事なんですよね。自分ではうまくできないことをできる人に頼っていくこと、誰だって初めての仕事は依存から入ってるんですよ。皆さんもアパレル始めた入社当時のことを思い出してほしいんですけども、初めに教わるレジ打ちの仕事も一人じゃできないですよね。 OJT とかロープレで学んでも、実際にお客様に対しては一人じゃまずできないですよね。何か問題が起これば、そばにいる先輩に聞いて対処してもらう、クレジット払いのとこ現金払いでなんかいろいろ対応しちゃってお客様にご迷惑をかけてしまった、それを自己判断でいろいろクレジット会社に問い合わせてやり取りすると、二次災害が起こってよりお客様にご迷惑をかけてしまう、だから分かる人にちゃんと聞く、これねできてたと思うんですよ当時は。なんですけども、いつからかリーダーを任せられたとか、店長になったとか、エリアマネージャーになったとか、そういうタイミングでなんかね、こっからは自分一人でやらなきゃいけないみたいな雰囲気が出ちゃうとこあると思うんですよね。世間とか、まあ、社会に出にくくなっちゃって家に引きこもってしまう方とかいらっしゃると思うんですけども、ああいう方もやはり依存する先が家族しかいないとか、やっぱり限られた人にしか頼れないっていうところで、なかなか世間や社会に対して一歩踏み出すのが怖くなっちゃうってあると思うんですよね。依存する数が多ければ足腰
自分で立とうとした時に安定するんですよね。一人で立つと二本足なんで傾きやすいですけども、たくさんの方にこう下から支えてもらう、10人、20人、30人って支えてもらうと安定して自信を持って前に進めるようになると思うんですよ。何事も初めはこのスタートでいいんですよ。初めは30人に支えてる中なんとか歩けてたけど、なんか自分もやっていくうちにノウハウやスキルを学んできたな。30人が20人でも OK になった。20人が5人でも OK になった。ついには5人じゃなくてもう0人。自分一人で立てるようになっちゃった。よっしゃ、一人で店長できちゃうぜ。みたいな感じで成長ってしていくと思うんですよね。だから尊敬できる、仕事ができるあの人も、初めはたくさん20人とかに依存をしてきて、その流れで経験やノウハウを学んだから、今は一人で立ってるように見えるってだけだと思うんですよ。なんで皆さんにお伝えしたいことは誤解しないこと。依存の数をたくさん増やした方がいいんだよってことです。何に悩みますか？接客について悩む、売り場作りについて悩む、スタッフさんとの関係性に悩む、お客様作りに悩む。だったら、今できる人に頼ってみちゃう、聞いてみちゃう。みんなそこから始めてるんで、自分だけじゃないです。今は頼っちゃったとしてもいずれ頼らなくなりますので、皆さんどうですか？アパレル始めて入社して1年経った今、レジ操作で悩みますか？悩まないですよね。余裕で一人で打てちゃいますよね。どの仕事もそういうものだと思うんですよね。なので仕事ができるあの憧れのあの人みたいになりたいって思うことあると思うんですけども、だったらもう分かる人に聞いちゃおうぜ、依存どんどんしていこうぜっていう話を今日したいなと思いました。自分らしく働ける仕事を見つける、これからも考えていきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。沼チャンネルの沼でした。ありがとうございます。